いつものプライオショッピングチャンネルをご覧いただき誠にありがとうございます。今回は2015年式メルセデスベンツ G350 ブルーテックを紹介させていただきます。まずお車の状態ですが、タイヤカバー、リアバンパー複数箇所に線傷がございます。走行距離に関しましては約2万1000キロと低走行、かつ車両コンディション比較的良好な1台となっております。外装色はインジウムグレー、インテリアはブラックレザーが採用されております。 SUV 車両らしい力強く迫力あふれるエクステリアデザインが人気のメルセデスベンツ G クラスでございます。こちらのお車に関しましては G350 ブルーテックということで、ディーゼルエンジンが搭載されており、トルクフルな走りをお楽しみいただける1台となっております。また人気オプションのラグジュアリーパッケージによりサンルーフやシートヒーターが追加され、快適性も向上しております。ヘッドライトに関しましてはキセノンが採用されており、夜間走行時も安心してお乗りいただけます。続きましてエンジンスペック紹介させていただきます。エンジンは3リッター V 型6気筒のディーゼルターボエンジンが搭載されており、最高出力は211馬力でございます。また足元に関しましては純正の18インチアルミホイールが装備されております。続きましてトランクスペース紹介させていただきます。トランクに関しましては手動での開閉となります。トランクスペース広々とした空間が確保された1台です。スーツケースに関しましても複数個収納することが可能となっております。また後部座席を倒していただきますと長い荷物にも対応が可能です。続きましてインテリア紹介させていただきます。インテリアにはブラックレザーが採用されております。運転席助手席若干ではございますが使用感がございます。ステアリングに関しましては4本スポークのレザーステアリングが採用されております。こちらにはパドルシフトが装備されており、自由自在な変速が可能です。またアダプティブクルーズコントロールにより快適なクルージング走行をお楽しみいただけます。ナビゲーションに関しましては純正のハードディスクナビゲーションが装備されており、こちらは地デジの視聴も可能です。またバックギアに入れていただきますとバックカメラが作動し安全に駐車を行うことができます。シフトに関しましては7速のオートマチックシフトが採用されております。走行モードに関しましてはエコ、スポーツモードが用意されております。フロント両席にはシートヒーターが装備されており、肌寒い季節でも快適なドライブが可能です。続きまして後部座席紹介させていただきます。後部座席に関しましては目立った使用感がなく良好なコンディションを保っております。また広さに関しましても十分なスペースが確保された1台です。後部座席にもシートヒーターやサンルーフ、ハーマンカードン製のスピーカーが装備されており、高い快適性を誇る1台となっております。最後に気になる車内の匂いですが、特にお煙草の匂い等はいたしません。今回は2015年式メルセデスベンツ G350 ブルーテックを紹介させていただきました。こちらのお車は走行距離約2万1000キロと低走行、かつ車両コンディション良好な1台でございます。未だ根強い人気を誇る G350 ブルーテックでございます。こちらのお車に関しましては211馬力を発揮するディーゼルターボエンジンが搭載されており、大きなボディではございますが力強い走りを実現しております。また純正のハードディスクナビゲーションや前席後席シートヒーター、サンルーフなど快適装備が充実しております。お探しの方はぜひともお早めにご検討していただければと思います。よろしくお願いいたします。